皆さん、ポコニャチは。今日はこちらのコースに挑戦していくよ。あら、結構クリア者がいるみたいね。イージースピードランってあるから簡単なのか？でも、クリア率は 1% を切ってるよね。でもなんかギミックが面白そうな感じがしない？せやな、背景にもこだわってるみたいだし、早速やっていこうか。さすがにタスジェンとかはないわよね。さてやっていこう。てなんでジャンプしなかったんだよ。いや今のはただ反応できなかっただけ。まずはネットをパウブロックに当てて。投げるの早すぎだろ。ってことは最大の高さで。おい。やっと進めた。あ、ちょっと待って、ここはスピンジャンプだったか。ま、ちょっとずつ進んでいこうぜ。やり方さえ分かっちゃえばこっちのもんよ。よっしゃ、このまま進んで。あとこれはスピンジャンプだったか。でもどっちにしてもガリガリに当たるんじゃない？多分ハテナブロックを叩くんだと思う。で、今のはスピンジャンプのタイミングか。ほい。おお、今度はトゲゾウに乗れた。アークルが早すぎた。また細かい動きが必須ね。今度は大丈夫。ほい。もう一丁。おお、うまい。よし、次のエリアだけど。何してんの？いや、ちょっとやり方がわからなくて。もっと早くネットを投げなきゃな。ってことはこれぐらいか？大投げたネットに乗った。うん、ここはしゃがみジャンプくる。結構やることが多いな。慣れればすごく楽しそうだけどね。うん、ジャンプできなかった。ドッスンをパウブロックを使って倒すのね。こういうことだね。よし、このまま進んで。よし、いい感じよ。トゲネットは、ここで合流。おお、すげえ。あと乗り継げなかった。まあでも、大体やり方は分かったよ。あれ、そこゴールじゃない。よし、いけるぞ。え、ちょっとすごく落下したんだけど。いやー、たまにあるわよね、この仕様。さて、このコースのおさらいだよ。本当にやり方が分かれば気持ちいいよな。ちゃんとすべて覚えなきゃいけないけどね。意外とこのトゲゾウに乗るのがシビアだから調整が必要なんだ。さあ、ここからも集中しないとな。ここからもっとかっこよくなるのよね。うん、タイム更新も狙いたいから動きにも意識していくよ。特に壁キックとかを一瞬でしたいけど。今のは普通だったけど。それで更新できるのか？ふ、問題なくできるさ。またそうやってすぐ調子に乗る。じゃあ、ボルダー。はい、というわけで無事にクリアすることができました。コースはめちゃくちゃ気持ちよく進めたわね。タイムが微妙なところだが。で、やっぱり更新できてないじゃねえか。ぐぬぬ。わずか 0.1 秒の差か。やっぱり壁キックが普通すぎたのよ。何度かプレイすれば更新できるかな。何百回やっても無理だったりして。そういうことよなし。さて、コース制作者のホタルラッキーさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。